ジップ FM 株式会社ジップ FM、ジップ FM、ジップ FM インクは愛知県を放送対象地域として超短波放送、FM 放送をする特定地上機関放送事業者である。旧社名は株式会社 FM 名古屋。コールサインはジョカフ FM、ジャパン FM リーグ加盟局。 1993年10月に開局した愛知県で2番目の県域 FM 教区。開局に際して文化放送で編成を担当し、東京の JWAV、京都の FM、京都、アルファーステーションの開局を手掛けた常幸邦夫を編成部長として、ドハントする。さらに、その下に、神戸の旧機質 FM 神戸、静岡 FM 放送、アルファーステーション、 東海ラジオ放送などのスタッフ、世界デザイン博覧会の臨時 FM 局 FM デポに、携わったスタッフながプロデューサーとして参加した。曲名である ZIP は ZIP&Intelligent Power の頭文字や元気、快活といった意味、やや弾丸が飛ぶ音を表すことから付けられた。当初は AOR やコンテンポラリーを中心にオンエアし、トークインフォーメーションは 極力減らす、モアミュージック、レストークをコンセプトとしていた。また、FM 曲としてはタグ位を見ない数のコンピレーション CD を開局当初から発売しており、その中でも人気コンピレーションシリーズ、ダンスメイニアとタッグを組んで発売した、ジップメイニアシリーズ、発売元は、東芝 EMI は FM 曲のコンピレーション CD としては、異例とも言える30万枚のセールスを記録。 調子エリア外での販売も好調で、ダンスミュージックに強い ZIP FM の名を売り込むことに成功した。このヒットと時期を同じくして、選曲はダンスミュージックやポップス中心へシフト。さらに他曲に先駆けて、インターネットを導入、活用したり、イベントやキャンペーンを増やすなど変貌を遂げた。2018年現在のキャッチコピーは、Always Beside You t o ジップ FM にしかできない番組作りを目指している。愛知県を放送対象地域とする県域放送であるが、東海4県の大部分をカバーしている。ジップ FM の発表では、岐阜県美濃地方、三重県北中部地方、静岡県西部地方のそれぞれほぼ全域を公式のサースエリアとしている。有線の衛星放送サウンドプラネットを開始。 CG-33CH にて全国で聴取、可能。同じく AU のアプリであるリスモウェーブでも、聴取可能。ただし、CM の間はすべて BGM に差し替えられている。2008年3月31日より2009年3月31日まで。 モバーの 483CH で再送信を実施したモバーのサービス終了に伴い再送信も終了した。2017年12月1日からインターネットテレビサービスアベマ TV のアベマラジオチャンネルでも当局の一部番組が聴取可能である口術 z i p FM では J p o p を Z p o p G p o p と呼称する Z は 日本を表すジパング、ジパングの頭文字であること、そしてジップ FM の Z であることから、開局当時、Z、ポップ、J ポップの放送比率は低く、全体の2割程度であったが、現在は Z ポップ専門番組やアーティストが出演する番組、イベントも増えている。一方、ジャニーズ事務所所属歌手やハロー、プロジェクト AKB48 グループなどの、 アイドル曲やアニメソングなどは原則放送しない方針を開局当初から持っており、このことをナビゲーターであるジェームス・ヘイブンスが他局の番組で間接的に批判していたが、開局20年目にあたる2013年4月の番組改編から若年層16から34歳のラジオ離れの食い止め、新規聴取者総開拓のため、アイドル楽曲の音楽性の高さなどを理由に、 解禁する方針があった。ただし、これまでの曲内にあった洋楽中心、最先端の音楽を紹介する放送局というイメージを大切にいたいため、21時以降という時間限定での解禁となり、2015年3月までは、主に w o と DIGIT、DIGIT が担った。2017年4月現在では、 DIGIT, DIGIT を担当していたよ、よ、四つの番組 SCK にコンセプトが受け継がれている。Z、ポップストリートではジャニーズのメドレーを流すコーナーがあったものの2017年4月の改編で終了している。また2016年10月から開始した名古屋グランドボール大高ベースでは鉄平とアイドルゲストのトークコーナーやアイドルの曲を 放送することがあったものの、こちらも2017年4月の改編で終了した。この改編以降、公式アナウンスがないものの、上述に属するアイドルグループの楽曲は原則放送しない方針に戻った。ただし、SCK などサブカルをコンセプトにした番組では引き続き放送されている。また、東放送局では、リスナー、聴取者のことを、通称、 ジッピー、ジッピーと呼ぶ、ZIP- マイナスされるものの設備語である、A。また、聴取エリアを、ZIP シティ、ジップシティもしくは、ZIP エリア、ジップエリアと称している。局の方針により、リクエストエントリープレゼントの応募の際に、ラジオネームの使用を一切認めていない、唯一の例外として2014年8月14日、放送の、スターツ。 内限定という条件で解禁されたことがある。ただし、匿名は可能である。不定期に、早朝、5時から深夜、25時まで、特定の曲だけをかける、で、で、日の意味の英語を行うことがある。ただし特定の曲とは、アーティストだけでなく、音楽ジャンルの場合や音楽以外の場合、映画作品などもある。過去には、クラシック音楽や、アニメソングを対象に言っている。 2002年4月1日から2004年3月31日まで、日本の民間放送局では、KBC ラジオ、セントギガ、BS、アルファステーションに次ぐ、ワンフォーマット編成による放送を行っていた。この期間中は原則 z i p ホット1 0 0と、特別番組以外は、番組名がなく、7時から、平日は、2003年4月からは6時から6時間ごとに、ゾーン1。 ゾーン2、ゾーン3、ゾーン4と名称を設定し、ただし、日曜は、ゾーン2に当たる ZIP ホット100が4時間番組のため、ゾーン3は17時から、ゾーン4は23時から、各時間帯は1人のミュージックナビゲーターが進行を行った。なお、このゾーンという名称は、新聞のラテラやプレゼントの発送などに利用された。 2001年5月31日には韓国 KBS のスタジオから史上初めて日本の放送局の生放送を実施した。カラや少女時代の楽曲のオンエアにも積極的であるが一方で日本のアイドル楽曲はほとんどオンエアされないためにジェームス・ヘイブンスが番組内で疑問を投げかけている前述。放送時間は月曜日から日曜日まで つ日の起点を5時とした24時間放送、開局当初は5時起点、2006年3月までは4時起点、2013年3月までは6時起点だが、月に1から2回程度、日曜深夜、月曜未明の数時間は放送を休止する。0時終了になる以前は、その時放送すべきだった番組は、翌曜日の深夜帯に放送されることがあった。なお、 クロージングのアナウンスを行っているのは、橋本美穂。ZIP FM ではビープ、音、ピーピーピ、ンを入れた時報を一切使用せず、各番組、各放送番組開始前の区切れを中心に、タイムシグナルと呼ばれるものを入れている。ただし、ハイ、モーニング、内の8時の時報、ピープス、内の午前0時の時報は、ビープ音が例外として使われている。通常は、 タイムシグナルが使われていて、歌に乗せて、スポンサー名と、堀田和則、開局時から、担当によるアナウンスが入る。初期の土曜、日曜は違う人が担当していた。なお、平日版は1998年、2004年、2013年、2018年改編の4回、土日版は2008年、2013年、2018年改編の、 計算回バック音楽が変更されている。2018年10月現在、月曜日く、木曜の午前7時、正午、金曜午前7時、11時、12時、午後2時、5時、6時、土曜9時、17時、日曜9時に番組の区切れ以外でのタイムシグナルを入れている。例えば15時の場合、タイムシグナルは14時59分30秒から音楽が鳴り始める。 レイが3時をお知らせします。と言い終わったところで、ちょうど15時になる。企業、団体は、当時の名称。出展。2019年8月現在があるのは、JWAVE 初のネット番組、があるのは、アベマラジオチャンネル配信番組、一部ディレイ配信。24時間ワンフォーマット時代は、番組名がら存在しないため、ここでは省略。 カッコ内は担当したナビゲーター。ZIP FM では DJ をミュージックナビゲーターと呼ぶ。JWAVE 同様、日本語と英語のバイリンガル DJ が多い。ジェームス・ヘイブンスは開局時から在籍している唯一のナビゲーターで、クリス・グレンは開局時のナビゲーター及びデールは史上最高齢のナビゲーターで、高木リサは年齢、在籍ともに史上最年少のナビゲーターである。 開局以来毎回開催。受賞者や出身者から多くの ZIP FM のミュージックナビゲーターや全国のラジオ DJ らを輩出している。番組の情報やイベント情報などを載せた小冊子、タイムテーブルを毎月末に発行している。発行場所は、レイキックや東海地区主要 CD ショップ、HMV、ターレコード、ソフマップ、スタや愛曲楽器、音楽堂、 ディスクステーション、サウンドベイ、夢屋書店など。また、郵送でも受け付けている。送料は発注者負担。聴取率、16から34歳で、最新調査でも、在名 FM 局中、ナンバー1を記録している。名古屋市の繁華街、堺のライブハウスで同時に行うライブイベントの堺、SP リング、堺スプリング、略称は、坂スプが、 z ップ FM 主催で2006年から毎年開催されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。